丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーですが、今回はクレイジーショッキングです。オカルト研究家、作家、吉田さんです。よろしくお願いします。吉田裕樹です。よろしくお願いします。一応本業としてはライター業が本業でずっとやられてきてたんですね。そうですね。で、そのライターの内容といえば怪談ってことですよね。はい、もうオカルト全般やったりはするんですけど、中でもまあ専門は怪談だと思っていただければ。今回実は吉田さんに対していろいろ聞こうと思ってたことがすげえあったんですよ、はい、でも打ち合わせ僕ざっくりしてたじゃないですか。その理由言わせていただきますよ、うん、村田ラムさんの東洋経済のインタビュー、うん、ですげえこと細かに緻密にちゃんと書かれてたのでいいかなって言ったらあ、なるほど。そうそうそう、オカルト研究家、ライターになるのがだいぶ苦労されたんですね。そうですね。別にオカルト研究とか怪談をやるっていうふうには初め全然思っていなかったので、何も子供の頃からの夢を追いかけてなったっていうよりは、まあ、本当に誤解を恐れず言えば他に何もできなくて、就職も何もできなくて仕方なく怪談をやってたら、まあ、時代のせいもあってうまくいってなんとか食えるようになったんで、そのままズルズル、はい、当時はってことですもんね。食うためだったっていうのを聞いて、はい、いや今時こんな食うためにやるライターが自分以外にもいたんだっていうことに対してすごいこうあほっとしたっていうことと、それプラス村田ラムさんと話したのは、はい、早稲田でこんなことやる人今時いるんだねっていう話を吉田さんのインタビュー終わった後にラムさんと話してて盛り上がりました、うん、早稲田の文学部潰し聞かないですよ全然就職しなかったですもん。まあ氷河期だったので、はいはいはい、はい、厳しかったですね。就職すること自体を諦めるのは特に文系は多かったんですね。はい、吉田さんもそのうちのお一人だったの？全然違くて、私はもう家の事情で、あ、そうだそうだ、絶対的に就職しなきゃいけなかったんです。在学中からしんどかったんですよね。しんどかったです。でもう絶対に就職しなきゃいけなかったんですけど、できなかったんです。もうあれほど全力を出したことは生涯にないんですけど、ぐらい仕事先もない状、はい、時代も味方してくれなかったし、まあ、まあ私自身もやっぱりまあそういう外人になるスキルというものが足りなかった。今書かれてる文章とかレポートとか見ると、そういう分野に対してのスキルとか能力はすごく高かったんじゃないですか。特にその、うん、僕資料をどうやってその怪談部分のネタというかそれを見つけてるんだろうっていうのも一つ気になってたところなんですよ。皆さん吉田さんがやってる怪談っていうのは伝統的な話だけではないんですよね。カテゴリーで言うと実話怪談って呼ばれるもん。そうなんですよ。こちらで早速宣伝させていただいている、うん、この一生忘れない怖い話の語り方という新刊でも、まあ、説明しているんですけども、平成に入ったあたりから、まあ、つまりここ30年ぐらいに、うん、実話怪談っていうジャンルがきちんと確立されているんですね。それは怪談っていうと割と、まあ、このチャンネルをご覧になっている人たちも、うん、嘘の話でしょとか作った話でしょとかいうふうに思う方もいるかもしれませんけれども、やっぱり怪談って根本的に本当にあった怖い話なんですよね。でそれをきちんと打ち出してルール化したのが実話怪談で、不思議な体験をされている方、怖い体験をされている方っていうふうに話を聞きに行って、で取材して資料も集めたりして、でそれを再構成して ドキュメンタリーの一種として文章にしたり、まあ、イベントとか配信とかで喋ったり、現象自体はもちろん科学的に立証できるものではないんですけど、うん、そういう怖い体験、不思議な体験をした方っていうのは、まあ、これは確実にいるので、うん、実際起きた事件とかそれにまつわる話とかを調べたりもするじゃないですか、うんうん、はい、そういう意味では僕のいる業界、ルポライタージャーナリストとかの業界とやり方が一緒なんで、イベントとかで結構かぶったりとか、直接はないんですけど、僕自身、僕の言う村田ラムさんとかは結構かぶったりされるんですよね、うん、はい、なんラムさんの場合は別の括りをされてる、人が怖い、人怖っていうね、うん、それもはや怪談じゃねえじゃんっていうツッコミは受け付けませんって本人が言ってましたけど人が怖いわちょっと違うんです。怪談業界も昔より大きくなって、で人怖系の話とかもちょっとこう融合していってる感ありますよね、はい、あとの銭湯さん
だったっていうか、そうですね、瀬戸君も出ていただきました、元なにわの裏物ジャパン編集のね、はい、彼の一コアとかも、うん、サイコパスな感じになって、でもそれも含めて怪談話って今受け入れてるじゃないですか、はいはい、だからジャンルがどうこう、もちろん既存のファンの方とか、そのオールドスタイル伝統的な怪談が好きとか、怪談師の人とか講談師の人とか、そういう話し家さんが話すようなああいうのがいいんだっていう人もいるし、それ含めて日本の怪談業界っていうのがあるわけじゃないですか。吉田さんもその中の実話怪談の、はい、まあ実話怪談業界の伊達男って言われてますからね。怪談界のプリンス自称し続けていたらだんだん定着してきたんですけど、そうですよね。またあの怪談業界って変な人とか多いのかなと思ったら、癖確かに強い人も多いんですけど、アイドルっぽい子とか、うん、イケメンとかも結構いて、うん、怪談イベントって言ってみると結構面白いですよね。そうです、今の若い、特に男の子の方が、うん、男性陣の方がめちゃイケメンですから、うん、爽やかな人たちばっかりですよ。まあ話し家さんっぽく着物で来る人もいるし、はいはい、客として行ったこともあるし、末席をちょっとにお邪魔させてもらって喋ったこともあるんですけど、あんなにねプロフェッショナルな感じの業界だと思いませんでしたね。そうですよね、まあ一応盛り上がってきている、ブームになってきているとはいえ、うん、やっぱりまあその笑いとかに比べたら規模がちょっと小さすぎるので、うん、一般の人たちにはまだ浸透しきってない、逆に言えば伸びしろはまあまあ、あるかなって気がしますね。だからそのただこういろいろ話しててもなかなか実話怪談って、さっきちょっと説明していた定義っぽく説明してもらいましたけど、具体的にどういうものかっていうのをちょっとこう聞いていきたいんですけど、まずクレイジージャーニーで登場した時に、皆さんもし見たことある人いたら記憶に残っているであろう隠れキリシタン、陰足地とか、はい、そのあたりですよね、はい、具体例として挙げるとしたらこれ以外に何かあります？そうですね、あとは人形婚、ね、ありましたね、はい、言ってみればクレイジージャーニーでやってるところっていうのは、うん、まあ、その場所の歴史的な文化であったり、うん、まあ、民族的なところ、うん、その中でも怪談めいた話って聞くんですよ。うん、で、まあ、本を読んでいても調べていてもやっぱ人形婚のお寺っていうのは、まあ、若くして亡くなった子供たちのために、うん、親とか親戚とかが人形と結婚させてあげるっていう風習ですね。これ青森県に、はい、まあ、特に津軽地方にある風習なんですけれども、うん、でそのまあずらーっとあの個人を象徴した花婿人形、花嫁人形とブワーって並んでるお堂があって、うん、心がまあ痛むというかね、うん、あのあすごい空間だなっていう風に、でまあそれ本を読んでてもやっぱりそういう中で子供が死んでて、うん、なんかこうね、その人形は動いただとか、やっぱいた子さんとかを夏祭り、夏の祭りの時にやって、うん、で、あの、で、子供を下ろしてもらって、親御さんたちはまあ泣いたりするっていうのがあって、で、まあ夜やって朝見てみると、歩道の縁側のところに点々と小さい子供の足跡が、水滴みたいな感じで足跡がついてたっていうのが、普通の民族学の本とかにも載ったりしてるんですけどもね。吉田さんにやることっていうのは民族学の学者さんがやるようなこととか、そのフィールドワークにも結構近いところある、うん、まあ、フィールドワークしてるっていう意味では人類学であったり、うん、まあ、民族学であったりで、まあ、実際土地の人に話を聞くっていうフィールドワーク自体はもちろん被ってるところはありますけどね、うん、まあ、その後のアプローチがやっぱり違いますけど、私はどうしても学問ではなくてやっぱり不思議な話、不思議な体験、まあ、オカルティックなところっていうところ着目するのが私の役割かなと思うので、吉田さんがその実際にご自身でも不思議な体験をすることっていうのはあるの？はい、それがないんですよ私だけがないんですよ。はいはいはい、あの何かこう心霊スポットみたいなところ行ったり、そういう怪談の現場とか行って友達と行ったりしてる時とかも、うん、なんかあったとしてもたまたまその場に私がいなかったり、ちょっと離れたところで撮影してたりとか、こう匂いがふわーって横切ったみたいな体験があったんですね、うん、まあ、夜中の吉原だったんですけど、うん、はい、お店が全部終わった後、はい、階段的な調査みたいな感じ行った時も、お芝居が横から左から見るとうわーってすごい濃い匂いが、うん、何のお店とかないところです、裏路地みたいなところ、うん、かつもお店も終わってる時間帯ですし、うん、深夜もこうみんな帰れるんですよ、お城の匂い、一緒にいた3人、他の3人が左から見る、えみたいな感じ
ものすごい濃いお白いの匂いがしたんですよ、うん、自分だけ嗅いでないんです。吉田さんだけそういう超常現象的な体験をしてない、うん、大体、大体というか確実に私だけしてないっていうことが多すぎるんですよ、うん、だから向いてんじゃないですか。そうそうそう、そうなんですよ。だってそれで怖くなっちゃったら、うん、踏み越えられない線とかいっぱい出てきちゃうじゃないですか、はい、だからやっぱり実話怪談やってる人って全然霊感ない人、うん、見えない人っていうのが多いですよ。見えちゃう人もたまにはいるんですけど、はい、おそらくそれでやっていくと耐えきれなくなっちゃうんじゃないかな。ああ、はい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 、それはそうですよね。だってなんとなく本とか資料で収集するんじゃなくて現場に行って体験したっていう当事者に会って、うん、くまなく歩くわけですから、一番なんかやべえことになりそうな人じゃないですか。そうですね、はい、まあ、現場は行くタイプと行かないタイプがあって、あ、そうかそうか、吉田さんは思いっきり行くタイプですよ、ね、なんですけど、うん、でもあとねやっぱり話を聞く取材するだけでも怪談って面白いところが、うん、その場が怪談的なことになるんですよ。不思議な話している A さん B さん、うん、で私たちにやっていくとそこが怪談メーターの話になってきて、で例えばさっきのクレイジージャーニーの話で言うと、隠れキリシタンの取材をしている時に、うん、隠れキリシタンの信徒であるおばあさんに取材したんですね、うん、でそれが、まあ、あんまり見せちゃいけない、うん、あるいは看護がその人おばあさん持ってたんですけど、それを、まあ、せっかくだっつって、まあ、吉田さんに見せてあげてくれないかってリーダー格の人が、うん、行って、まあ、で私もその場にいたんですけど、おばあさん、いやあれね、前誰それさん、まあ、その外部の人に見せたじゃないですか。そしたら私ね、それからずっと右半身がもう効かないようになってしまって、ちょうどその時さーって雨が降り出して、うんうんうん、薄暗いきなり薄暗くなって、うん、雨が降り出して、ああじゃあ仕方ないねってリーダー格の人も言って、うん、でそのリーダー格の人にも聞いたら、いやどうもその自分もそれを写真に撮った時にマリアさんもここの方に何かこう赤い怒ったような顔が映ったとか言い出してるんですよ。でももう怖くなっちゃって、うん、いやもういいですなんか入れてもらわなくて、それをなんか科学的に証明とかなんやかんや言う空気でもないし、うん、そんなこと言うようなやつにはそもそも話できないですもんね。できないです、その場ではね。そうでも、それこそ、うん、じゃあね、それと大月教授とかが、いやそれ科学的に検証できるんですかとか言ったら、まあ、それは検証できるかどうか分かんないけど、うん、とにかくそのおばあさんが本気でそのマリア観音のたたりを信じて、いや本当に怖がってる、その場にいるってことですよね。共感してすっごい怖くなっちゃうんですよね、だからその場にいるってことなんですよ、うん、大事なのは。でそこの空気感とその人たちが共通認識として隠れキリシタンのコミュニティに入っていくこと、うん、もうそれだけでもドキドキするじゃないですか。よく入れましたよね、はい、まで。そうです、まあ今のエピソードは黒崎の方なんですけど、うん、五島列島ではない。ああそうかそうか。で、まあ、その五島列島の方もまた別のグループがいたんで入ってやったんですけど、グループ全体で受け入れますみたいな感じではなく、あ、まあ、それはリーダー格の方が個人的な判断。そうです、はい、あれ隠れキリシタンってもう隠すことが信仰になっていってるじゃないですか、はい、だから今でも接触しにくいところもあるじゃないですか。ありますね、はい、どうやって接触したんですか。リーダー格の人たちがある程度は情報を、うん、明かそう広めようっていうふうに考え方がなってきて、やっぱりあまり隠しすぎると誰も知られずに消え去ってしまう、うん、それは悲しいと。そういうまあ現代人的な考え方ももちろん、ね、うん、今の日本人ですから持ってるわけですから、そういう情報は、まあ、例えば学者さんとかには伝わっていってたんで、うん、私はまあその流れとかで、はい、いろいろ調べていく中で、まあ、マニアックな旅行を企画する方がいて、まず知り合えたので、その人のつてでちょっと、やっぱりコネクションは必要なんですよね、そういうの。いやほら隠れキリシタンなんてさ、日本国内でもなかなかその接触できるわけじゃないっていうか、禁足地はまた別だけど、うん、禁足地も僕結構好きな話だったけど、はい、あれって行けばそこに存在するもんじゃないですか。場所ですからね、はい、場所ですから。でも隠れキリシタンって人はいるけど、その人が認めなければ隠れキリシタンの末裔かどうかっていうのも分からない上に、うん、
行ったところでね、その集落で受け入れてもらってもその個人が NG 出したらその話できないわけですし、うん、でも僕クレイジージャーニーのっていう番組の中ではそういう取り上げ方をしていくつかのそのリーダーとかがいてその進行の形っていうのを見せてくれたんですけど、吉田さんがコミュニティとか長崎に入っていく中で実際にもう途絶えてしまったりとかもう語り継がれることのなかったであろう信仰の名残とか痕跡っていうのもあったりしたんですか。はい、例えばまあその長崎の黒崎や五島列島の方で足して3つぐらいあったグループの方たちとリーダーで取材させていただいてたんですけども、そのうちの1つのグループはまあ亡くなったというか合併しちゃいましたから、うん、ああと経営統合的な感じですよね。そうそうそう、だからまあある意味その A グループ B グループ C グループがあって C グループは亡くなり B グループにこう信者さんたちの、まあ、そのコミュニティがまとまったので、まあ、ある意味ではなくなったっていうことじゃないですか。やっぱり本当にちょっと油断して行かなくていいかってなっていくとなくなりますね。やっぱり信仰がなくなるとオープンにしたりとか公園になったりする例ってことはなくはないですよね。そうですね、古墳とか特にそうですね、公園になったりしますね。福井の大島とかも今も禁足地なんですか。まあ、まあ禁足地というか神社の島ではあるの で、ね、今は入れます。入れますよね。入りますし、ありますけど、なんか一応あれですね、坂内はダメって言われました。そうそう、時計回り、あそこ白通で入ってるんですよ。神社の境内とその中の方、はい、一応許可もらって禁足地の遊歩道周りは OK だけど、はい、拝殿の裏の方は今も入っちゃダメになってるはずなんですけど、はい、そこは掘らせてもらったんですよ。なるほど、調査で考古学で、そうそう、大学が僕国学院だから、はい、その神社関係はわりかし禁足地も含めて掘ることがあったりするんで、はい、学術調査ってことで、はい、時にね、その時は一応ね、神主さんのちゃんとそういう儀式を経て入るっていうことになってますね。そうですよね。吉田さん、はい、クレイジージャーニーってそもそもどうやってオファーあったんですか。先ほどお話に出た同人誌の会所、ね、うん、オカルトスポット探訪マガジン会所を、まあ、15ぐらいまで出していたので、うん、それをディレクターの方が見つけて、うん、で一応本当にオカルトスポットに行く旅する、うん、まあ、僕海外とかにもっていう雑誌だったので、その流れですね、クレイジージャーニーでも使えるんじゃないのかなっていう感じだったんだと思います。言われた時に行けると思いました、うん、自分で、まあ、オカルトに焦点当てれば行けるかなと思う。私も皆さん、それこそゴンザレスさんとか佐藤さんとかねと違って、うん、そんなにめちゃめちゃ旅してる人間ではないので、うん、まあ、海外なんかは特にすごく行ってる方ではないので、ジャーニーの方、旅行の方に焦点当てられると太刀打ちできないんですけど、もうオカルトはまあね、怪談的なものであればそれは他にあんまりいないから、そっちだったらいけるかなと。じゃあ出ることに対して特に迷いはなく。そうですね、なんか怪談業界的にちょっとそのテレビ出てそっち喋ったらなめられるんじゃないかとか、そういうのはあったんですか。でもそんなストイックな業界じゃないですからねもう全然そんなあいつテレビ出て怪談喋りやがったそれ伝統芸能みたいなそんな世界じゃないですよいやいや、わかんないですよ、名跡となんかね継承されてるかもしれないですよオカルト吉田とかそあるかもしれないです2代目とかね、そう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 、3代目とかないですか。2代目3代目ないですかじゃあその、はい、まあ出ました、結構出てますよね、なんやかんや。そうですね、数回、はい、出ての影響どうでした。やっぱり声かけられるようになりましたね。そうですよね、はい、僕何度か、はい、で出会ってるんですね、偶然。覚えてます、明治通りで、はいはい、たまたま歩いてた、はい、僕がコンビニ行こうとしたら、はい、前の方から缶チューハイかなんかグイッと飲んで歩いてくる人がいて、うん、あ、オカルトの吉田さんだと思って、はい、どうもーって初めましてってバーって声かけたらびっくりしたって、まあ、私もね、あの辺近所、はいはい、近所新宿の方なんで、もう本当にもう歩き飲みは、私も路上飲みとか問題になる何年も前ですからね、もう歩き飲みの元祖ですいや本当何年も前ですよ、だから吉田さんと、はい、あれがだから初対面ぐらいですよ、直接会ったの。TBS 以外とかで会うのは。だからそしたら驚き慣れてるはずの吉田さんが、はい、めっちゃ驚いてましたね、こんななって、はい、そりゃそうですよね、いきなりこんなの声かけて、あ、吉田さんどうも、はじめまして丸山ですとかまたちょっとそんなほら
友達って間柄でもないですから、仕事仲間みたいな感じで、ちょうど勘中杯バッチリ持ってるから、ちょっと気まずいっていうのはあります。俺ちょっとなんか確かですけど、直前まで割と なんかメッセンジャーかなんかやり取りかなんかしてて、じゃあ今度タイミングあったらお会いしましょうみたいなしてたら、たまたま吉田さんが歩いてたんですよ。そう、運命です。運命というか、これはこれこそおかる、あれ水が呼んだんです。勘違いだけに。そうですね、勘違いだけに、ね、っていうのがあったんですよ。だから そういう意味では、まあ、声かけるっていうか、それ僕は声かける現象は、ね、ちょっと違うけど、それはちょっと本当に驚いたっていうんですよ、はい。で、どうですか、その怪談業、自分の実話怪談業には結構その、うん、メディア露出っていうのは跳ね返りありました。あ、でもそれは本当に助かるのは、うん、やっぱり友達とか知り合い付けじゃないところからもいろんな人が体験談を入手して取材しなきゃいけないので、ツイッターとか SNS で、うん、応募します、すいません、ネタ切れなんで話持ってる人、体験談ある人ぜひ取材させてくださいって言うと、やっぱり食いつきは良くなるし、絶対的なそのフォロワー数とかも増えてますから、知名度的なものはもちろん出る前に比べたら増えてるので、それで取材はしやすくなりましたね。じゃあもしですけど、この番組とこのチャンネルですね、はい、まあ、裏社会ジャーニー見てる方の中にはその筋のいろんな筋の方が多いんですけど、そういう方面 の怖い話あるよって来たら、ぜひいや、それはね、ちょっとでもやってもらいたいなって、収集して集めてもらいたいっていうのはあって、絶対その筋先の方々の階段、面白いものがたくさん眠ってると思います。なんかこれって俺もそうだし、草加とか俺とかやると別の理由が発生して、話を階段として聞けなくなっちゃうことがあるから、うんうんうん、そっちの専門家として何の利害関係もなく普通に聞いて集めてもらうっていうのは、うんうん、ぜひちょっとねしてほしいなって思うところもあって、はい、だもしね、そういうのちょっと俺あるよって人がいたら、吉田さんにコンタクト取ってもらってもいいですもんね。まあ、実際何話かはその筋の方とも、うん、聞いたことはあるんですけどもね、でももうがっつりあると、うん、いやマジですごいいい階段、お宝がたくさん眠ってると思うんですよ、ね、絶対あるでしょうね。ちょっとサイズ下で本にしたい。じゃあ自分集め紹介できる可能性あるので、はい、ね、ぜひ集めて。吉田さんだったらね、ちょうどこういいポジションにいるから、はい、だからぜひちょっと俺も読みたいんだよね。話では聞くじゃない、いろいろ、それ階段としても語られてなかったりもするじゃんか。はい、まあ、ちっちゃなところで言うと、落としたはずの指がを感じるところとかもあれば、その亡くなった親分の話とか、兄貴分の話とか出てきたりとか、まあちょっとこう犯罪方面のこととか出てきたりとか、とにかく、まあ、今度はヤクザだけではなく、こう他の犯罪の人たちも、犯罪関わりの人たちもそうだし、ちょっと気になれるでしょ、そのネタは。面白そう。ぜひちょっと協力したいっていう方はね、こちらの方で、どこ、吉田さん、まあ、ツイッターの DM なんかに、はい、連絡していただければ、うん、まあ、いろいろ連絡方法はあると思いますね。吉田裕樹でやってましたっけ。はい、で、まあ、ツイッターが一番多いですからね。そうですね、はい、メールフォームとかもあったりしますけど、はい、フェイスブックでも何でもお願いします、はい。最後にちょっとこうコロナ禍で階段はどうでしたか、うん、階段業界っていうのは。これが実はね、盛り上がりました。へえ、意外です。はい、ね、それこそ飲食業の方々は大ダメージを受けてますけど、うん、逆にはダメージを受けるどころか、ちょっとプラスに働いた面はありまして、うん、小さいところで言えば、私がネットの通話、LINE なんか使って、うん、まあ、本当に地方の方々だったりに、たくさん取材できる分母が増えましたね、はいはいはい、もうリモートでやり取りするのが当たり前になってますし、うん、まあ、あとはまあ在宅の人たちも多くなってね、取材しやすくなったっていう小さな面もあれば、大きな面で言えば、これまで友人イベント、観客入れてのイベントっていうのが階段では当たり前だったんですけども、もう今は配信イベントっていうものが定着してしたので、うん、本当はもう苦肉の策としてやったんですけどね、うん、私たちは本当に早い段階やってます、うん、2011年の5月とか、うん、かなり早い段階で、トークイベント全体から見てもトップランナーぐらいの速さだと思うんですけど、やって、で配信無観客イベントっていうのが、階段は割と相性がいいんでしょうね、うん、お笑いはやっぱり無観客はやりにくいですけど、うん、音楽とかは階段はあんまり笑いとか必要ないんで、うん、笑い声の反応とかが
お笑いはあって羨ましいなお客さんの反応があってって今まで思ったんですけど、あのついにそれがコロナのおかげでというか、無観客でもこっちはあまり反応なくてもやれるから、うん、お客さんがもう配信で画面で見てることにそんなにそのなんていうんですか、あの別にそれ置いてかれてるから、はい、むしろ没入できていいんですよね、はい、コール&レスポンスじゃないけど反応がなくて困っちゃう人たちもいるんですよ、はい、さっきの仙藤君とか村田ラムさんとか、はいはい、あの実際にその僕も出た時に、はい、話してたんですけど、いやなんか全然反応がないから受けてないと思って、よりえぐい話よりえぐい話しちゃって、はい、最終的にお客さんがみんな引いてるだけだったよって言ってたのがあ、この人たちはちょっと怪談じゃないんだなと思って面白かった。いやでもそれ多分あの慣れてくればあるかもしれないですね、この塩梅でっていうのはそかそかあるかもしれないし、でもそういうあの意外とそのコロナ禍でも残りやすいというか、あの相性がそんなに悪くなかった業界なんですね。そうですね、うん、だから出版業界もなんか多少伸びてるらしいですしね、怪談本とか、うん、あいやてか出版業界全体が全体がね、はい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 、まあ、あの個人で楽しむメディアではありますからね。でもそれでいうと吉田さん自身は現場には行けない、だから東京近郊関東圏であれば別にレンタカー借りて、うん、行ったりはしてましたね、コロナ禍の。そっか、インタビューがちょっとねしづらいだけで、うん、現場に行くこと自体は問題ないですよね。そうです。でそのインタビューも別に LINE とかネット通話が定着してくれたので、うん、むしろ数はすごく増えてます、ね、取材数。もう一個僕これはまあ、 予定してなかったかもしれないですけど、はい、コロナということで、僕からちょっと最後質問したいのは、コロナからコロナってだからすごい未曽有の危機というか全人類を思った危機じゃないですか、全人類的に共通認識として起きているコロナじゃないですか、ここから怪談って派生すると思います？まさにこう怪談が生まれるとしたらその事件のただ中に我々はいるわけじゃないですか、はい、まだコロナ怪談というのは生まれてはいない。そうですね、まあ、ある程度のタイムラグが必要というところはあるんですけれども、コロナにまつわる話はでも確実にありますね、うん、私もこれっていう1本とか、ね、数本とかあるわけじゃないんですけど、うん、まずそのリモートで取材するときとかも聞くようにしてます、うん、まあそれは怪談というよりはコロナ差別どうですかお宅の地域っていうのは聞くようにしてるんですよ。でそれはやっぱり石投げられるとか、うん、あの張り紙貼られるっていうのは2020年の段階では、まあ、さすがに21年ではもうないですけど、2020年ってあったら結構あったんですね。でそのちょっと闇の部分みたいなのは聞くようにしてましたし、でその中で多分ねそういったものから怪談めいた話が派生していくっていうことはあると思います。あれですね、あの、東日本大震災の時も、はい、あの怪談話が出てきたのだいぶちょっと時間経ってから、はい、なんか怪談話が出てきて、で怪談話はまたそこにも意味があったじゃない、はい、あったじゃないか、あだと言われているんですよ。そのどのタイミングで出てきてどういうことが語られているのかっていうのが、またそこにその生き残った人たち の、 あの死者との距離感とかそういう意味があるって研究とかもね、いろいろなされてます、はい、それはまあ興味ある人は調べてください。そのように、まあ、いつかねコロナっていうものがまた過去のものとして客観視して、そうやって吉田さんの取材対象になる日が来たらね、またいいなと思いつつですね、ということで、今回オカルト吉田さん来ていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。私の新刊として出ておりますのが一生忘れない怖い話の語り方という、まあ、実話怪談という文化に着目して、その歴史であったり、まあ、書き方喋り方だったりを解説した本と、最近発足した子供向け怪談本シリーズでオカルト探偵吉田の実話怪談というものは1巻がもう発売されておりますし、まあ、2巻、3巻、4巻と続々と出ます。こちら小学生、高学年向けではあるんですけれども、逆にちっちゃい子でも大丈夫ですし、もっと言えば大人にも向けたもうがっつり実話怪談というものを書いた本なので、子供たちを闇の世界に啓蒙しようとして書いたものですね。まあ、どちらも実話怪談の入門にはぴったりだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとは、吉田さんの、SNS 各種ありますので、はい、そちらの方にアクセスしてみてください。そっち行ってると、オンライン配信イベントとかの情報とかも出てますよね。はい、直接聞きたい、味わってみたいという方は、吉田さんの方によろしくお願いします。お願いします。吉田さんと草加真也と話していて、一つ、すごい企画が生まれました。はい。裏社会の怪談。ということで、吉田さんを、
審査委員長に迎えてですね、皆さんから裏社会の怪談を募集したいと思います。そっち広くも裏社会の方々が、はい、どのジャンルの人でも、どのジャンルの人でもいいです、はい、例えば刑務所にまつわる話、組事務所にまつわる話、それからまあ風俗、裏風俗でもいいです、うん、それから事件とか、うん、まあ実行はちょっと行き過ぎかな、事件、まあ事件絡みとか、うん、違法性の高い何かに関わっている話とか、まああとはそういう職業の人の話だったりとか、はい、まあそこ、まあ裏社会っぽいなって思える括りであれば何でもいいので、ぜひ、振るってご応募ください、はい、応募 のフォームはね、概要欄などにつけておきますんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあ取材させていただくかもしれないんで、ね、そちらお願いします。そちらもよろしくお願いします、お家にあるでっかい器にメロンソーダ注いでみてください。テンション上がること間違いないですよ。詳しくは概要欄見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。